今日午後、沖縄防衛局の小野局長が県庁を訪れ、池田副知事と面談し、去年閣議決定された安保関連3文書に関連して、県内の自衛隊施設に反撃能力を持つ長射程のミサイルを配備する計画はあるかなどといった県の質問に答えました。冒頭を除き非公開で行われた面談後、取材に応じた池田副知事は、敵の射程圏外から発射され反撃能力への転用が見込まれるスタンドオフミサイルについて、小野局長から配備先は決まっていないと説明を受けたことを明らかにしました。今後いわゆる長射程化を図っていきながらということで、多分その間に検討されるんだと思います。でそうやって検討する間で、例えば候補地とかが出れば、当然決定の前に地元の意見、自治体の意見をきちんと聞くように、そこは求めていきたいと思います。このほか池田副知事は、安保関連3文書は戦後の安全保障体制の大きな変更で、国民の理解が得られるようより一層丁寧な説明が必要だと述べました。